こんばんは、こんにちは。今日も衣装ケースを出してきました。よろしくお願いします。昨日はソックヤーンを整理して、赤いケースだったんですけれども、今日は白でも同じ大きさのシリーズです。夏の糸のコットンヤーンの整理をしようと思います。雑貨ストアーズさんのこのレース糸はこれね、完成したらすごいんですけどね、去年一昨年編み始めてそのままになっています。一時レース編みみたいなのにハマっていました。夏の糸は雑貨ストアーズさんかケイトのピエロさんで買ったものばっかりですね。ニューコットンベビーは一番好きで、最初セリアさんで白と黄色と紫、そのあたりをセリアさんで買って出会って、でお店で違う色のが売ってるよっていうのを聞いて、こういうグリーンとかにも手を広げています。このグラニースクエアは手が寂しい時、何も編むものがなかったりとか、気が向いた時にコツコツと編んでいこうと思っています。どこまでも大きくしたいなと思っています。これがセリアさんで買ったニューベイビーコットンで編んだものなんですけれども、なんかねもったいないかなと思って玄関マットにはせず、まだそのまま置いてあります。これを編んだ時にすごく気に入りました。こちらはこれもグラニースクエアを編んだんですけれども、もうね廃盤になったって聞いて、その廃盤になる直前にピンクをいっぱい買いました。たくさんグラニーを編みましたね。夏糸は、モチーフ編みつなげてブランケットにするっていうのがマイブームでした。これはコットンニート S かな、一玉どうなんかなということで、コットンニートと、コットンニートはネックウォーマーか何かにしました。これはベーシックコットン、ベーシックコットンでも、ポーチとかいろんなものを編みました。これはもう残りですね。でこのレース糸、そうなんですね、去年の夏はほとんど編み物をしてません。さっきのニューベビーコットンのグリーンで、マーガレットを編んだり、ほとんどニューコットンベビーしか編んでなかったですね。他に何してたのかな、編み物はあんまりしない夏でした。この糸はすごく手触りが良くて、またねハンカチ、レシピがついてたんですね。斜めに編んでいくっていう、すごく良かったので、また見つけたら買いたいなと思っています。これは、とてもお気に入りの糸です。ビューティーシルクコットンかな、ビューティーシルクコットン、 UV カットがされていて、アームウォーマーとか日焼け防止になるよっていうことで買いました。で、モチーフつなぎでこんなのを作って、これはね電話台のところに引いています。今使っているなので、手触りがやっぱりシルキーって書いてある分柔らかかったですね。
これは浜中さんのポーム、クロッシェ。赤ちゃんがお誕生になる時のお祝いを編んだり、これベビー。ベビーは、いつも撮影の時に敷いている、白いっていうか、この色の、きなり色の、モチーフ編みはこれで編んでいます。もう手触りが本当によくって、お気に入りの糸です。ちょっとね、高いんですけどね、それだけいいなと思っています。とっておきの時に使っています。次は何かな。あ、これはフリルストールのレシピが入っていて、なんかたくさんこの糸フリルレイたくさん手に入ったんですけれども、自分が思ってたのとちょっと違ったんですね。で、どうやって使っていいかわからないんですけれども、置いてあります。多分ね、シュシュにできると思います。そしてこれはキットで買ったんですけれども、この糸を見て、あ、こんな編みたいなっていうマーガレットにしたんですけども、それは見事に失敗、サイズが合わなくて失敗して、ほどいてストールにしたんですけども、これもなんかあれもう一つかなと思って、結局ほどいてレシピ通りに編もうと思って、まだ1段か2段ですね。これは多分完成したらめちゃくちゃ感動すると思います。で、まあ、ちょっと2回失敗しているので、気長にやろうと思って置いてあります。夏糸は、ショールとブランケットにすることが多かったです。あとは小さなポーチとかカバンも編みましたね。夏のサマーヤンデの靴下はちょっと少ないです。今年は編めるかな。で、このグラニースクエアは全くね、頭使わなくていいので、もうぼーっとしたい時とか、編むものが決められない時とか、気が向いた時に編んでいます。もう手触り、糸の手触りが好きなのでね。で、これがコミーさんの玉編みバッグなんですけれども、編みかけをここに入れて、ちょっと待ち時間があるとあるかなとか、手持ち無沙汰になりそうだなっていう時にこれに入れて持って出たり、2階で編もうかなっていう時にこれに入れて持って移動しています。で、今カンペンケースを取りに行ってるんですけれども、このカンペンケースの中にハサミとか、ちっちゃい刺し物刺しとか入ってるので、あとこれね、5本針が入るんです。だからかぎ針も入るし、その時に使っているものを入れて移動できるようにしています。そう、これは今ベビー用の帽子を編んでるんですけれども、簡単にね、そこ入れ替えて持ち運んでいます。この玉編みバッグもね、もう一つ欲しいなっていう感じでヘビーに使っています。これは
ダイソーさんのメランジで編んだんですけど、このメランジがないので他のね糸、しっかりした糸だったら何でもいけるかなって思うので、もう一つねバッグ欲しいなと思っています。今ちょっと手を休めたくって編み時間をものすごく減らしています。あ、さようならと言っていますけれども、思い出したんです。この着ているセーターなんですけれども、去年おととしの、マルティナさんの腹巻き帽子が素敵にハンドメイドに載った時に紹介されていたセーターです。私も一応編んでみたんですけども、これもね結構苦戦しました。糸は自分で一目惚れした糸を、何だったかな、結構いい糸を使ったんですけど、サイズが本の通りにやるとすごく小さかったんですね。で、自分のサイズにするのになんかね3着分編んだぐらい、ほどいて編んでほどいて編んでほどいてと繰り返しました。ね、着れるサイズになってよかったんですけど、ちょっと見てほしかったんですね。夏糸、これでどこに何が入っているか分かるようになりました。今度はねウールの糸とかやっていきます。今日もお付き合いいただきありがとうございました。